The person who says the stupid things in the video is either the president of Brand Buyers or just an idiot. Good kids, shitty kids, and adults who are mentally young. Please don't try to imitate it. こんにちは、ブランドバイヤー社長です。クレートランド響きです。本日のお題はですね、はい、タイで出会った少し胸躍った T シャツ10選でございます。あ、なんかね、やっぱり基本メインはバンティーなわけですよ。はいはい、バババババって見るわけですね。っていう中で、こう、まあ、何日も何日もね、そら買い付けしてても、全然くじでも何でもないんですけど、おっ、だってあるやん。響きも一回一緒にってことあるけど。まあ、そうですね。まあ、わかるっす、わかるっす。あくまで王道ではなくて、はいはい、おええやん。まあ、見たことないやん。主観も入ってくると思いますけどね。その、うん、新しい世界線のイケてるやんとか、うん、なるほど。なんかちょっとこれ熱く語れるやんとかっていう風な10着ですので、今回音楽なしです。基本映画が多いっていうのでお送りいたしますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。マーベルのね、これゴーストライダーですよ。はあ、マーベルコミックス、はいはい。あまたあるマーベルの T シャツの中でも、僕はこれはね、トップクラスにかっこいいのになぜこんな評価されてないだと思うわけですよ。うん、もっと高くていいじゃないって。なるほど、はい、っていうだけです。なんかいいですか。どうぞ。この発色ってありそうでね、うん、ない、うん、これすごいっすね。多分ね、もうちょっとねガンガン着込んでもらうと、この辺プリントも剥げてますけども、やっぱこのカラーの部分とかも経年変化がなかなかかっこよくなる一着だと思いますよ。これはね、本当にもっと評価されるべき T シャツだと思います。マーベル系っていうのはね、じゃあここ最近バンと上がってるかって別にそうではないんですよ、うん、ただ全体的に玉数っていうのは当然ね、世界中で枯渇状態っていうのは、まあマーベルに限らず全体的に価値のある T シャツは全てそうなんですけど、気持ち的にその今ハーレーとかさ、フレームとかスカルっていうのがまた改めてこう再注目されてる中、まあね、ド直球なデザインながら、よくぞこのプリントのサイズを収めてくれたと。うんうんうん、そうですね、うん、それは本当そうですね。ゴーストライダーって書きゃいいのに、うん、もうここにしか書かへんところっていうのが僕はいけてるなと思います。はい、お願いします。はい、シックスセンスなんですよ。はい、オフィシャルなんですこれ。うん、あ、そうなんです。下にねコピーライトが入っておりますね、うん、2列かな。ただ見たことないなと、うんうん、なって、確認したところ、オーストラリアなんですね。はい、これですね、はい。まあ、まず人と被ることはないでしょうこれ。うん、あとこれね、ちょっと伝わりにくいかもしれないけど、ボディの色がねすごくいい。すごくいい。なんかこうなんていうんですかね、まあもちろんね色は抜けてるんですけど、うんうん、全体的に、まあ、ボロとまでいかないけどの感じとか、裾がねこうほつれてちょっとなってる、こういうのが結構ね最近ね注目されてるんで、雰囲気っていうかね、まあ言うたらポピュラーな映画なのに見たことないデザインで、かつサイズ感が良くてコンディションが僕好みってなると、こうタイでね疲れ切った心にね、体にね少しの潤いを与えてくれてるわけですよ。なるほどなるほど。第6巻で第6巻でこのなんかシックスセンスっていうのはなんかあれですね、はい、うん、グレートランドとあんまり結構ね関係なさそう、実は結構ね節々出てくるあったんですよ。はい、もう第6巻で僕がビジネスしますんで、はい、はい、よろしくお願いします。これね、結構 YouTube で過去に語ってますが、もうインディペンデンスではね値段が合わない。あ、そうですか。仕入れでそれと知らなかったっすね。全然2万4000円とか出てくる。へ、何を考えとるんだねと。インディペンデンスデーをじゃあ4万で売る方じゃないやろ。まあ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 、そこまでじゃないやんっていう、はいはい、いや素晴らしい T シャツなんですけど、そのコスパとか考えた時に、うん、まだ4万アップで売る T シャツではないって僕は認識なわけですね、はいはい、っていう中で僕たちが何度も言ってももうチュドーンですよ。そうですよ、アメリカの敗北ホワイトハウスが親父と初めて見に行った映画じゃないかな俺、インディペンデンスデーって。僕、あ、そうですか、うん、インディペンデンスデーかエアフォースワンかスピードかどれを最初に見に行ったかなっていうのはね、昔よく親父の映画セットもあったんです2人で。あ、2人で行ってたんですね。うん、母親はこういうのはうるさくて寝れないから嫌って言って、あ、ドラえもんはよう寝れるからええわって言って、ドラゴンボールだけ出てきたくないって、うるさいから寝られへんって言って、あ、まあまあ後半畳みかけるようになりしますからいや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 って言うから、そうですねということでいい T シャツです。これはね、はい、そう、ちょっとね喋れるっていうのもいいと思う、デザインでね、うん、面白いし、これ出たことある？
いやこれ、ま、いやないんじゃないかな。東北テラー、ディズニー、まあそのこの構図とかはあったと思うけど、いけてません？うん、いいですね。なんかタワーオブテラーって、うん、かわいい、かわいい、うん、なんていうんかな、うん、まあ、そっち系の色味のもの、ちょっと派手めなものとかっていうのが、とかあと単色とかね、イメージなんですけど、これはしっかり色使いながらもかっこいいですね。こっちもザ・トワイライトゾーン、タワーオブテラーです。そう、これが多分皆さんのね、イメージだと思うんですけど、うん、ちょっと比較していただいたら分かると思うけど、奥行きがあって、うん、かっこいい系っていうんですか、うん、こっちはちょっとポップですね。そうそう、うん、ホラー映えるのはこっち。まあそりゃそうです。ちょっとバンティーライクな構図っていうか。そうそう、はい、こっちはこっちで非常にイケてると思いますので、うん、ぜひお選びください。スクリームの T シャツって高いじゃん。そうですね、3になるとちょっと表目安くなるわけですよ。それはね、僕も実はね、スクリーム調べて思ったんですね、うん、ただ僕はもう3でいいじゃないか。いや俺も3でいいじゃないかって思うわけですよ正直そこに、うん、すいません、その作品とかのなんか入ってくるんやったらちょっとまだね、変わってくる。いやもうスクリーム愛があるんであれば、むしろ3まで続いたことを誇り、まあ、もっと続いてると思うんですけど、はい、その上で3いきましょう、はい。まあ、これ普通にね、なんか派手さはないんです。ないけど、うん、まあそのある種映画 T シャツとか、それこそ企業系とかでもそうですけど、うん、良さがちゃんと出てる。まあ、これ3をいいこうマンション的に変えてる感じだから、ワンっちゃワンですよ。なんて言いました？どういうことですか？いいよさ。あ、まあ、3に変えてるわけ。はい、はい、そうですね。やっぱ3って変えてないし。要は3ではないと、逆になってる。E だから。心の目で見たらそう思いますね、僕は。なるほど。むしろ1、2、3でもう一部作やと。ね、なるほどね。僕は1しか見たことないですけど、まあ、普通に引き算のいい T シャツです。いやいいと思うんですよ、うん、ほんまにこれはこのお値段なら、うん、はい、はい、初でしょ。そう、うん、あ、そっか、そうですね、そうですね、これ初でしょ。なんか、はい、こんなありそうでないやつですね、うん、はい、で、はい、初なわけですよ。はいはい、あ、それすごい、それすごい、初でしょ、これ初でしょ、これ、これすごい。バックトゥーザフューチャーのこのロゴ初でしょ、これ。これ初だったっけな。デロリアンのと公的だよ、これ。なんか僕見たことあるだけかもしれないですけど、タイからタイからデロリアンのって、デロリアンのって90年代のタイって、はい、90年代のタイってってノリで言うたけど、めちゃめちゃコピーライト、これ2002ってかだったわ。あ、待ってたやん、その時。あ、持ちましょうか、はい、ね、うん、なんかどれが好き。僕はトータルで見るんであればこれですかね。まあバランスいいですよね、うん、色あせもフェードもね、うん、そうですね。これも意外といいよ。それは後ろにメインに持ってきてるっていうのが最高にいいのと、うん、こっちは、うん、そのこのバック・ザ・フューチャーの一番皆さんの知ってるロゴに、一番皆さんのイメージするこの、ね、いなくなる瞬間っていうこの合わせは実はないですね、うん、そうないんですよね。ないの、ないの。なんかちょっとこう、なんかちょっと変えてるものが多いんで、今回のこの3着はなかなかバランスよくいいんじゃないですか。そうでしょう、はい、なかなかやるでしょう。テイストも違うんで、まあ、お好きなものをぜひとも、うん、はい、はいはい、ぜひ。ラストです。ラスト、ラスト何と思いますか、はい、これこう来て僕ね、これ見ちゃったんですよ。うん、じゃあ皆さんご視聴何と思いますか。はい、まさかのラストです。はい、バービーです。バービーですよ、これね。はい、バービーの T シャツ高いやん。高いっす、高い、高いやん、高いっていう中で、どうせ買われへんねやなと思って聞いて、はいはい、あ、買えると思って買ったの。なんでなんすか、なんで。これ2枚買えたんですよ、実は。はいはい、多分ね、デッドレナー前から出たんやと思います。あー、でもこれそうっすね、うん、だからラッキーで安く買えたのよ。だからラッキーのお裾分け、皆さんに。はいはい、はい、これいけてるでしょ。これはそうっすね、素晴らしい。コアモテの皆さんもぜひ。本当はそういう方の方が似合ってするんですけど、1991ですよ、はい、まあ、シングルシングルですね、うん、バナナのステーキ頭に、これバナナです。これですね、ドーナッツのイヤリングですよ、これ。イヤリングじゃないか。ドーナッツですか、本当に。ポンジクルーラーちゃんとパイナップルやな。そうやな。そうやな。多分今腹減ってるっす。お腹空いてる。はい。そうですね。可愛い。うん。なんかめっちゃ可愛い。すごくいい。うん、まあ今回、まあ、すごい久しぶりの入荷なので、うん、初めて見たって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、グレートランドでは過去に何着かバービー販売してまして、はい、基本的に全部高いんですよ。高い、ね。皆さんの多分想像より高い金額。まあ、しかもね、大人サイズとなるとよりね。そう、そうなんですよ。ないんですよ、ね。90年代に誰が着てたんやこのサイズって思うよ。選ばないですからね。まあ大人の方が、ちっちゃい子なら分かるんですよ。
欲しい、着たいってなるの分かると思うんですけど、うん、だから多分当時あんまね大人サイズっていうのがよりどっちかっていうともっとちっちゃいサイズの方が主流、まあ、もしかするとその娘ちゃんと一緒にお揃いで着るとかね、まあ、そういうのだったと思うんですけど、うん、とにかく球数が少ないわけですよ。少ない。それも含めてちょっとこれバービーめちゃめちゃいいのでお願いします、はい、ということで本日も10着ご紹介させていただきました。本日夕方6時から店頭にてご試着及びご購入が可能、夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけます。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーズ社長とクレートランの響きでした。バイバイ。バービーって言えばよかった。バイバイ。